はい。ゆったりーです。よろしくお願いいたします。本日はですね、ちょっと久々に登場でございます。ちょっとプライベートで色々ありましたので、本日はちょっと、えっ、ー、と、私の話をしてみたいと思います。さて、えっ、ー、と、本日はですね、私が欲しいもの、 っていうのをちょっと考えてみたんでお話をしてみたいと思います。現在ちょっとですね、いろいろと欲しいなと思うこといっぱいあるわけでございます。まあプライベートもちょっと若干忙しくなり、まあいろいろとできないこともあり、買えないこともありってね、いろいろあるんですけど、まあそんな中自分が欲しいものって何かなとでリストアップを、リストを作ってみました。一つ、パソコン。そうですね、いろいろと最近動画とかいろいろ見るようになりましてね、やっぱスペックも多少た、 高くないとダメなわけですよ。やっぱそんなもありまして、ちょっと欲しいなと思ってパソコン入れてます。で、次が iPhone ですね。本当に iPhone も今、私今10を使っているんですがやっぱね、iPhone 新しいの好きなんですよ。欲しいなと思って入れております。で、続きまして、Apple Watch でございます。まあ、これもですね、私 Apple Watch 実際持ってるんですけど、まあ、今ちょっと新しいの出てるじゃないですか。電話もできるし、色々つなげるもできるんで、そんなのもありまして。 すごく欲しいなと思ってリストにして書いております。あともう一つがですね、所在でございます。実はですね、まあ前から言ってるんですけど、私本とかが大好きなわけで本がいっぱいあるわけですよ。で、親にはね、読まないなら捨てろとかよく言われてるんですけど、まあ本だけは溜まっていくわけですよ。まあ読む時間がないんで読んでない本がいっぱいあるわけなんですけど、まあそんなもありまして、ちょっと本を置く場所が欲しいなと、ね。まあ普段はですね、 本、えっ、ー、と、段ボールの中に入れてんですよね。なんかちょっとかわいそうなのもあって、あとセリーするときですね。探すとき大変なんですよね。そんなもありましたね。ちょっとね、書斎が欲しくて、並べるのが欲しい。まあそんなもありました。部屋が欲しいな、というようなわけでございます。まあここまで書いておいて、まあそれ以外にはあと時間が欲しいとかいうのがあるんですけど、まあ結局はですね、パソコン欲しい、新しいスマートフォン欲しい、 アップルウォッチ欲しいっていう風になってると、やはりですね、これどうかっていうと、結局はアメリカの企業の商品が欲しいなって言ってるのと一緒なわけですよね。まあパソコンに関しても、まあ日本製でもいいかなとは思うんですけど、まあ最近はいろんなのとこの使ってると、やっぱりアメリカの方の企業が多いなと思うと、まあオフィスとか使ってしまえばマイクロソフトになっちゃいますしね。まあ iPhone、アップルウォッチに書きましてはもうほぼ言うまでもなくアップルの会社でございます。まあそんなのもありましてね、やはり 私の欲しいものってやはりアメリカの企業が作ってる商品なんだなあとかいろいろ考えてしまうわけでございます。まあさて皆さんも自分が欲しい商品何かなって考えた時ちょっとリストアップしてみてください。まあいろいろ考えてみたらわかるんですけどおそらくアメリカの会社の商品が多いと思います。まあそれだけ魅力的な商品を作っているのがアメリカの企業で 欲しいなと思う商品は意外と日本商品それほどないって話になってしまいますとやはりこれから経済どうなるかなっていうのを予想するのも面白いんではないかなと思います。さて本日はですね私が欲しいものが何かっていうのをリストアップしたらアメリカの企業の商品が多かったって話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。